チャールズ・エドワード・メリアム、1938年、撮影。右は同じく、シカゴ大学政治学部で教鞭をとった、政治学者、ルイス・ブラウンロー。シカゴ学派は、政治学における学派の一つ。20世紀初頭に、アーサー・カイ・ベントリーらが社会学や心理学を政治学に取り入れた後、1930年代以降に政治行動論を展開したチャールズ・エドワード・メリアムが創設した学派であり、1950年代に政治学研究への貢献が評価され、政治学における行動科学革命と呼ばれるほどとなった。シカゴ学派に属するガブリエル・アーモンドは2002年の著作で、シカゴ学派は現代政治学史において創設者とも言える影響を及ぼしたと広く認められているとした。メリアムが1923年に行動の自由の長期的な確約を受けてシカゴ大学政治学部の学科長に就任した後、1940年まで同校で教鞭をとった。メリアムはこの17年間を用いてシカゴ大学の政治学部を伝統的な政治学ではなく政治行動論に中心を置くよう改革し、実証研究を重視するという特徴を持って政治学のシカゴ学派を育て上げた。このため、シカゴ大学政治学部には革新的という印象が持たれ、シカゴ大学が学会で受け入れなくなるのではないかという不安もあったが、第二次世界大戦後には、シカゴ大学政治学部出身というだけで箔がつくほどの名声を得るに至った。しかし、メリアムがシカゴ大学を去る頃には、ハロルド・ラスウェル、ハロルド・フット・ゴスネル、フレデリック・L・シューマンらがすでにシカゴ大学を離れており、さらにメリアムが去った後の1940年代から1950年代にかけては、政治学部がメリアム派とレオ・シュトラウス率いる。政治哲学を支持するシュトラウス派とで分裂した。結果としては、戦後にシカゴ学派政治学が脚光を浴びる中、シカゴ大学では逆に衰退を迎えるという皮肉なことになった。その後、1950年代から1960年代の行動科学革命では、シカゴ学派の方法学が要素の一つとなった。科学的な行動研究が特徴として挙げられる。調査結果の数量的な処理、ジークムント・フロイトのような深層心理解釈による政治現象の分析といった特徴もあったため、政治学に心理学や統計学を協力させたという学問交流の形となり、シカゴ学派の創設者であるメリアムが1923年に政治学、経済学などからなる学際的な研究組織の米国社会科学研究会議を創設したこともあり、隣接科学との協力の講師として評価する向きがある。ただし、シンクタンクとして政治学者と政府官僚をつなぐというモデルは学会への影響の大きさと比べてあまり浸透しなかったともされる。シカゴ学派はその名の通り、シカゴ大学を中心とし、主にメリアムとその指導で育った研究者で構成される。ありがとうございます。